中国網楽通信集団有限公司は、かつて存在した中華人民共和国の通信事業者である。1999年に設立された。2002年の中国国務院の通信事業再編政策により、旧中国電信が新中国電信と中国網通とに南北に分割され、中国網通は旧中国電信の長江以北重症の事業。 および押し道通信の事業を吸収し拡大した。ただし、中国網通と中国電信は長距離通信、インターネット接続の分野では、お互いのテリトリーを犯しても良くなっていて、この分野では全国的なサービスを展開している。2004年にニューヨーク証券取引所、香港証券取引所に上場。当時、中国電信に次ぐ、 第2位の固定通信会社であった。中国各地で奨励通と呼ばれる PHS サービスを展開していた。2008年には第三世代移動通信システムの実施を目前にして3つの通信メガグループに集約する業界の再々編成で中国連波通りの GSM 回線業務と中国網通の業務も引き継いだ新しい中国連波通りが発表されている。 2008年北京オリンピックのローカルスポンサーであった。ありがとうございます。